あ、最初に、あの、家族構成を教えてもらおうかなと思って。で、じゃあ、何あの、俺の家族。あ、そうそうそう。あの、お父さんも家族。お父さんも家族いらない。俺の家族。パパトークだ。パパトークだ。パパトークだ。今回パパトーク。それ言ってくんないの。あ、ごめんね。あたし。あ、あたし。妻。あ、妻。はい。長女。長女。え、これ何歳かも言うの？あ、何歳ちょうだい。明日でね、だから。お人おー、無駄です。10歳。10歳。10歳。長女がね。で、7歳。7歳の。長男。長男。男の子。男。長男って言ってんだよ。次、次男が5歳。5歳。ああ。で、次、三男が、今、1歳。10ヶ月かな。あ、9ヶ月ぐらいか。あ、違う。11ヶ月だ。うん。11ヶ月。うん。今年でも2歳になるって感じだね。以上。ビッグダディ。まだ行く？いや、もう無理だ。これなくて。これなくて。こっちも。でも4人かな。4人。もうだいぶね、賑やかなんで。17。え、もう10歳のパパか、豊さん。17。17、5、今年、まあ2やね。うん。2か。うん、今年、9月の終わりぐらいで2月、あ、2歳になるね。え、1人目23とかさ。うん。俺22。22か。早っ。23の年とか。だから一緒にいた時だね。すげえ。そう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 。もう1年も来て、すぐ。あれ、結婚式行ったっけ？行ってもみんな来てくれて、同級生は。うん。あの、うち元気とか。そう、みんな来てくれて。ハチかわいいとか。そう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 。上の人も。河合さんと一緒っすか？陽介でしょ。一緒か。同い年。で、ハチさんも？そう、ハチも。あ、そうか、大分。大分。そう、そんな感じで、賑やかにやらせてもらってます。すごいな。ビッグダディ。清水のビッグダディ。4人ってやばいっす。大変そうだね。大変。僕、妻、3歳の長男。で、11ヶ月の次男、うん、男2人です、うん、男2人。11ヶ月ってことは、だから9月生まれ。9月生まれの、9月で1歳です。あ、なるほど、はい、男の子2人。いいですね。賑やかです。じゃあ、のりさん、自分と、妻と1歳5ヶ月の長女と11月に男の子が生まれます。うおー、うえ、でも言っちゃっていいの？これいいいいっしょ、別に。うおー、いいよ。いいもんね。もう安定量する。素晴らしい。予定日は男女男今女男、ね、いいな。いや、一番いい、一番いいですね。豊さんとかも。そう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 。いや、4人はちょっときついですね。でも上がやっぱ女の子っていうのは、女の子いいっすよね。面倒見ますもんね。あ、そうなんだ。これもあるあるなんか。ちなみに俺一人。知ってる？ 5 ヶ月。じゃあ言ってよ。長男。妻。私。妻。私より妻。妻仕切り直して。私。私。妻。妻。5ヶ月の長男。長男。3ヶ月。3ヶ月使うまで。めっちゃ可愛い。じゃあ、ケンタと。あ、そう、同じ1ヶ月欲しいんだのかな。同じ子。え、5ヶ月早い。あ、てか、早いじゃないですか。ユージンとこの下の子と一緒の学年になるかな。早生まれで。ああ、そうか。え、ああ、なるほど。俺、11月と。ケンタ。じゃあ、9月なんで。そう、そっか。そうそうそう。同じ子。そっか、可愛いよね。めっちゃ可愛いもんね。ハイハイしないっすね、まだ。まだしてない。もうなんか、こうなってる。寝返りは寝返りは片方だけできて、まだ戻れない。戻れない。こっからっすね。こっから。かわいいな。超かわいい。もともとみんな子供好きな方？好きっす。好きっすよ。のりさん好きそうだもんね。かわいいっす。すごい、出来上げしてる場面がちらほら聞こえてくる。何からおすすめ？いや、目撃情報。あ、かわいがってるから。プライベートでってこと？そう、あ、プライベートとか、なんか、たまにクラブハウス来たりとか。ああ。え？そうなんだ。そうなんだ。かわいいっす。かわいいね。こんないかつい感じ。開けないっすよね、見てて。うん。子供。開ける？
ゃあもう子供めっちゃ好きやったんですけど、そうなんですか、今までめっちゃ可愛い子供を見てきたけど、自分の子供が生まれた瞬間、なんていうか、度肝を抜かれる、うん、あえ、こんな可愛いのみたいな、ちゃん可愛いよ、全然違いますよね、やっぱ全然違うね、もうこんな可愛いと思わなかった、そうですね、めっちゃ俺子供結構好きだったけど、本当にこんな可愛いんだっていうくらい可愛がってる今、うん、もうすぐ会いたいもん、なんか自分に似てるなって思う感じるところとかあったんですけど、もうあの、だって飯田さんが何試合ですか、300試合もらうとき、400か、あ、今年、うん、400もらったときで分かりましたよね、豊さんに似てるって、あ、顔が顔っていうか、もう性格も、あー、その焦げて、作れて、こうやってこうやってそうね、はい、あの人の多さで、ね、もうビビらずこうやって入ってきたら、うわ、湯田さんの子供やなと思いました、まあなんか、やっぱ4人いると娘とかはやっぱ男の子、あ、旦那さんにいるっていうじゃん、顔が、うん、女の子が、で、やっぱパッて生まれた瞬間もう俺だったし、だけど徐々にやっぱ大きくになるにつれてこう変わってきたりとか、性格も、で、やっぱ長男、次男、まあ三男はね、まだ2歳になるぐらいだけど、こう徐々にこうでかくなるにつれて顔とかもそうだし、性格とか体つきとか、こう人それぞれ違うからすごい面白い、あの見てても、あ、ここはなんか俺の部分を受け継いだんだなと思うし、逆に奥さんの部分こう受け継いだのかなって思う、こう見てるとすごいなんか面白くなってきてる、まあ4人っていう多いからこそこう比べる、いい意味でね、うん、そうだからそれはすごい見ててなんか面白いなって思うね、うん、4人もいたらね、何回もそういう場面が出てくる、そう結構奥さんだな、そう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 、すごい面白い、うん突っ込んだりはしない、ケツからバーンみたいな、ゆうたかみたいな、あ、長男はね、結構ね、そっち系かもあの、ほんとパワーというか、うん、馬みたいな足してる、今もう小一で、うん、あの、大体小学校行ってるんだけど、バケモン呼ばわりされてるから、転校ってか、まあ1年生で入ったんだけど、うん、まあ大体幼稚園の、ね、うん、近くのとこから繰り上げでみんなね、学区で行ってるんだけど、うん、やっぱそこで名古屋からこっち移籍してきたな、うん、時にも知らなくて、なんかやっぱ運動しててもこの体つきとかでもやっぱバケモン呼ばわりされてるやっぱそれが結構なんか俺のてんな下半身とかやっぱそれ似てるのかなって見たりもするし、うんうん、なんかまあ人それぞれねあるんだけど、あと7歳よね、7歳すごいやばい、もう片手腕立てとかするの、え、すごいじゃん、すごいですか、あのすごいな、何、逆上がりとか連続40回とかするから、すごい、3点倒立とかもするし、やばやばいな、面白い、何も教えてないんだけど、こうだからパッて一人でやってるとどこで覚えてきたのって思うんですよ、そうすると学校で腕相撲とか友達同級生で両手でやってるらしい相手。お前、ブロしかっすごいよ。もう、大抵でも友達言ってるよ。こいつって。ブロしかっすそう。バケモンよ。すごいの。っていうエピソードもあるし、やっぱ、次男は次男で、こう、手突っ込んで結構こう、いう感じで、サッカーやってれば、もう、なんか、点決めてきた。何点決めたのかな、8点つったりとか。お前もバケモンだなって思ったりとか、なんか本当人それぞれ、まあ、性格もそうだし、いろんなねエピソード聞いてると面白いなって思うね、やっぱね、子供たくさんいると、そっちの方が結構楽しいかもね、結構今日何だったとか話聞くと大変だけど、でも褒めるんですか、その発展取ってきたの、いや別に、へえすげえじゃんぐらい、へえすげえじゃんぐらいの感じで、めっちゃ褒めちゃうな、普通に喋るよ、褒めちゃうっすよね、うん、よくできたねみたいな、褒めるんだ、いや褒めちゃうかも、まあでも全然ね、これはいいと思う、女の子に自分が似てるなみたいな、その長女の子、うん、似てるなっていう感じとことか、顔顔顔っていうかこの唇っていうか可愛いんだよ、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 だけど初めはもう全く俺だったの、ちっちゃい頃っていうかその生まれた時から、うん、だけど今は徐々にちょっと奥さんに似てきたのかなって思う、うん、だけどパーツパーツでパーパーパーってパーツパーツで俺唇熱いじゃん、
だから娘はちょっと厚かったりするの。こうちょっとプリッとしてる。可愛く見えるんだったらよかったね。いやいや、可愛い可愛い可愛い、もちろん。最初、子供の頃はお父さんにいるって言う。うん、よく娘やね。娘はね。そうそうそう。パパいない。でもそう、徐々に変わってきてるから、すごい、なって、こう、成長を見てるとね。うん、面白いね。すごいね。しっかりしてんだろうな。友人と。俺んちはだってまだ3歳なんで。ああ、そんななんか。仕草じゃないけど、性格みたいなとこ、まだ見、まだ。まだあんまよくわかんないです。でも顔は、顔はよく似てるかなと思いますね。確かにね。ちょっと。まあ、いろんな人にも言われますし。奥さんより言うじゃない。僕っすね。めっちゃ似てる。顔、うん、あ、奥さんじゃないんだ。最近でもちょっとずつやっぱ奥さんに似てくる感じはあるっすね。かわいいね。ノリンチは。まだちっちゃいか、ノリンチもね。まあでも顔は、結構自分に似てるっていろんな人に言われる。言われる。眉が似てる。眉。眉。眉の生え方がめっちゃ似てる。それなりノリから見ても俺が見てめっちゃ思うな。お前。ま俺の眉可愛いよ。それはめっちゃ可愛いよ。ってめっちゃ思う。ここら辺はなんか別になんか自分では思わないけど、まあ、似てるらしいです。でもまあ。なんか自分はやっぱずっと自分の子供を毎日も見るしさ、あれだけどやっぱ、パッてこう、第三者っていうかさ、見るとさ、こう、そういう人の方が客観的にパッて見て似てるとかさ、ね。自分ではあんまわかんないじゃん、毎日見てるし。ね。最近めちゃめちゃ綺麗好きなんですよ。自分でこう、手こう、食うじゃないですか、自分で。自分で食うのに、つって、ふけみたいな感じで。あー、そういうことご飯をね。そう。そういうことですね。かわいい、それは。テーブル自分でこう。ふくんだ。偉いね。偉いですね。偉いのかなんか、わかんないけど。でも別にそれは誰か教えてるわけじゃないでしょ。多分見てるんだね。奥さんとか。多分そうそう。こういうやつ。真似してるのね。すごいね。そこは、妻に似てますね。綺麗好きみたいなとこ。息子食った後とか、ぐちゃぐちゃよ。ぐちゃぐちゃじゃないですか。あ、まあ、ぐちゃぐちゃ。ちっちゃい頃。あ、まあ、もちろん、もちろん。うん。そうだね。やっぱ、箸っていうか、フォークとか、やっぱ使おうと思っても、最後はちょっと手でね、こうなるからね、落としちゃったりね。結構、ああいうのとかつけるの？みんな、あの。はつけてるっすね。あ、つける箸も3歳はつけてる。シリコンの受け皿みたいな。そうそうそう。赤ちゃんの頃はつけてるっす。うん。今はもうつけてないです。ここの、こう、受けるとこがあるやつでしょ。そうそうそう。スープ、スープ、ここもうスープ溜まってます。うん。全部溜まってます。すごい。そんなすぐ溜まるんだ。